こんにちは、こんまりこと近藤まりえです。最近なんか同じようなテーマでお話質問されることが多かったんですが、嫌なこと、ときめかないものへの向き合い方について。そう、仕事が例えば嫌になった時、ときめかないなっていうふうになった時、そう、私もね、そんな時期があったんですよ。もう仕事が嫌だっていう風になった。で、仕事が嫌だっていう風になると、なんかすぐこう辞めたい、退職したい、このビジネス辞めたいとかね、この案件はもう嫌だっていう風にして、いきなりこう投げ出したくなっちゃうんですよね。嫌だっていうところもフォーカスしてしまうと。だけどその時に一歩考えてみたいなっていう風に思ったのが、じゃあ自分はどんな要素で何が嫌なのかっていうことを深掘りしてみる。例えばね、あ、仕事が嫌なんじゃなくって、もう満員電車で通勤するのが嫌なんだっていうふうに気づいたり、あ、もうこの上司が苦手なんだって、上司のここのこういう態度が苦手で、この言葉が来るといつもちょっとチクッとイラッとするんだよねとか、必ず自分の中でパターンってあるはずなんです。そんな風に、その自分の中のパターンとか癖とか、いつもこの時に気分が落ちるよねっていうのをきちんと意識しておくと、そうしてくるとやっと対策が打てるようになってくる。満員電車が嫌だったら、じゃあ電車の時間一気にちょっと1時間前倒しにしてみようとか、あとはなるべくこう通勤しなくてもいいような働き方で、例えばできないだろうかっていう、少しでもリモートワークに切り替え、週に1日でも切り替えられるように交渉できないかなとか、その上司が嫌いだったんなら、なるべくその上司を避ける方法はないかとか、あとは例えばそのいつものそのここでいつも引っかかるポイントって必ずあるはずなんですよね。この人が機嫌が悪くなるポイントで、いつも私も気がキュッてなっちゃうっていうので、憂鬱になるポイントって必ずあるはずなの で、そのポイントが一回意識すれさえすれば、それをね、客観視すると意外と大丈夫になったりすることも結構多いです。あ、私またこの上司のこのパターンに反応しようとしているとかね。そこを客観視できるようになると、だんだん冷静になって、同じような失敗とかで同じような心持ちを繰り返さないようになる。その嫌なところも全部が嫌なわけではなくって、必ずその嫌な部分とそうでない部分ってあるはずなので、細かく見ていくっていうのが大事なのかなっていうふうに思います。